霊夢、大変だぞ。マリサ、一体どうしたのよ？韓国ロッテが誘導性の危機で、来月にも破産するかもしれないらしいぞ。ええー、それが本当ならかなり最悪よね。でも、韓国内需からすれば業績不振は確定だから、あながち、嘘とも言いにくいわね。今回は、前半で、NHK がまた暴挙に出て、紅白に韓流アイドル6組を出場させる話題。後半では、それを見ていくわよ。霊夢、収録する時間よ。記事のタイトルを読むわよ。韓国、噂に揺れる韓国ロッテ、業績不振、財務健全性悪化。事実無根釈明も効果が、薄れ。記事のツッコミを読むわよ。今年も11月下旬となり、残りわずかとなってきたのだが、大晦日といえば NHK 紅白である。しかし、ジャニーズが使えなくなった NHK は、いきなり韓流アイドルを、多数起用とする暴挙に、躍り出た。そして、2023年は過去最低の、視聴率を叩き出した。それについては動画で詳しく、取り上げたが、明らかに韓流アイドルが、出てきたら、チャンネルを変えられてるのがわかる低視聴率だった。そんな大失敗を、しながら、今年はどうなるのかと思っていたわけだが、まさか、NHK はさらに過去最低の、視聴率を目指したいようだ。なんで誰も知らない系、ポップが、6組出場するんだよ。NHK はどこまで韓国に、汚染されているんだよ。なんで受信料払って、聞きたくもない、見たくもない韓流アイドルなんて、年末に見なきゃいけないんだよ。まあ、こちらは紅白なんて数十年見ていませんが。では、記事を引用しよう。ニャス姫、お願い。わかりましたわ。読んでいきますわね。11月19日、第75回 NHK 紅白歌合戦の出場歌手が発表された。初出場となったのは、紅組の、イリット、MEI、TUKI、白組の、思いの丈、こっちのケント、トマロ WX、トゥギャザー、ナンバー I、新浜レオン、クリーピー、NUTS、DAICE の10組だ。今年は、昨年に続いて、スターレとエンターテイメント社のタレントが出場しない方針だと、事前に報じられましたが、やはり、今回の発表で名前はありませんでした。17日の日刊スポーツによれば、NHK は複数グループに、オファーをかけたものの、合意に至らなかったと、10月に放送した NHK スペシャルで、改めてジャニー、北川氏の性加害問題を扱ったことも、要因の一つかもしれません。結局、NHK 側が振られた形になってしまいました。さらに、2023年の紅白では、韓国アイドルが多すぎるという指摘もありました。スターレと社タレントの不在を埋めるかのように、SE 弁天、ミサモ、ストレイ、キッズ、LESSE ラヒム、NEW ジーンスの5組が、K-POP のプロダクションが日本でプロデュースしている JO1 と NiziU も登場しました。若者には好評だったのでしょうが、年配の人々からすると誰だかわからない状態だったようで、2023年の視聴率は歴代ワーストを記録しています芸能記者。今年の K-POP の布陣を見ると、白組に JO1、トマロ WX、トゥギャザー、紅組に TWICE、イリット、LESSE ラヒム、MEI と6組だが、紅組20組のうち5組。つまり、4分の1が K-POP という結果に、X では、やっぱり、韓国ばかりという反応が多い。中には、2024年に、TIKTOK などで楽曲が大バズりした、アイドルグループ、フルーツ、ジッパールや超ときめき。宣伝部の名前を挙げ、彼女たちが出演しない状況に憤るファンの声も聞こえてくる。あんなに流行ったフルーツ、ジッパールと時線を出さないで、韓国グループ出す紅白は、本当に、日本の公共放送ですか？乃木坂ちゃん、桜坂ちゃんは、安定に選ばれて嬉しいけど、フルーツ、ジッパールと超ときめき宣伝部が外れて韓国系の、LESSE ラヒムとイリットが選ばれてしまった紅白に、怒りと残念極まりないわ。フルッパーは、絶対今年いけたって思っただけに、ファンは怒り心頭やで、大暴動もんやぞ。フルーツ、ジッパール紅白落選マジ意味わからんな。何をどう判断したら落選になるんだ。韓国アイドルばっかり当選しててクソつまらん。紅白、
フルーツジッパーかと汽船あるかなって思ったけど、普通に韓国ばっかりだね。こんな状況で、果たして高視聴率が狙えるだろうか。ニュースは以上。ごめんなさい。韓流アイドルどころか、フルッパーとか言われてもさっぱりわからない。とりあえず BZ が出ないのは知っている。しかし、4分の1が韓国アイドルとか、NHK が終わりすぎている。よほど、日本人から解体されたいらしい。中国人が、尖閣諸島は中国のものとか言い出せば、今度は韓国の誰も知らないアイドルばかりを出演させる。どこの公共放送なんですかね。韓国に行きたければ行っていいぞ。さっと解体して韓国に行ってキーパー系にすればいいじゃないか。本当、NHK の汚染度がひどすぎて取り上げるを得ないという。では、こちらのテレビ素人意見より、ネットのツッコミを見ていこうか。1選ぶのは自由ですが、今年の活躍は普通に、日本での活躍に限定すべきだと思いますね。大晦日に新日でないアーティストを見て気分悪い年越ししたくないと思う。日本の公共放送が、なぜ、彼らだけ忖度し、特別扱いする必要が、あるのか意味不明だという気がする。そもそも、紅白に、韓流枠など普通にいらないと思う方に一票。今からでも、出場取り消しでいいのではと考えます。に日本の年末を彩る番組なんだから、国産アーティストでやれよと思う。K-POP に頼らないとダメなら、もう紅白はやめたらよい。3どこの国の年末の歌の祭典でしょうか。以前は、年末の風物詩、家族揃って今年聴いた曲を見ながら年の瀬を過ごし、行く年来る年の鐘の音を聞いたものですが、そのような情緒もなくなりましたね。年配者にとっては、わけのわからない歌番組であり、ファンにとっては喜ばしいのでしょう。見たくなければ見なければ良いという番組ではないはずですが、時代の流れでしょうか。K-POP もいいでしょうが、ここは日本でしょう。せめて、年の最後には、和を重んじていただきたいものですよ。4紅白が役割を終えたと言われたのは随分昔だったと思います。その都度、新たな展開をすると言われてきましたが、ますます悪い方向に行っていますね。国民からお金を取っているのだから、もっと優れた番組にする義務がありますね。今回も、そうですが、韓国への過重な忖度は、一体何でしょうか？一部の若い方々には人気はあるかもしれませんが、仮にそうだとしても、それをメインにする必要は全くないでしょうね。NHK の幹部などには韓国出身者が多いのか、あるいは、そうせざるを得ない事情あるのでしょうね。ひどい状態ですが、国会などで、もっと真剣な議論が不可欠であり、幹部たちを変えて全体として一新すべきでしょうね。民間テレビ局はもっとひどいですが、なぜ、こんな状況になったのやら。もう普通の歌番組。民放なら、別に、いいんだけど、NHK として、紅白は、もう役目を終えました。それに、番組のバラエティ化や芸人の起用が多いですが、これが運営を圧迫しているのではないでしょうか。公共放送として、自分の役目をもう一度見直してほしいと思います。以上の5つだ。霊夢、あとはお願いね。ありがとう。続きを読むわね。テレビ時代がどんどんオワコンになっているのは、以前に新聞がオワコンと、同様に地方局がダメなことでも、紹介したが、NHK はその最先端だよな。公共放送は BBC や、ナショジオなどを見習えばよいのに、なんでこんな低貧俗なレベルに、陥るのか。NHK がひどくなるのは大衆受けを、狙ってるからなのか。こちらは真逆と思う。むしろ、日本人に韓国を広めようと考えているとしか思えない。つまり、韓国の宣伝機関なんだろう。その裏でどれだけ韓国政府から金をもらっているのか知らないが、安いギャラで引き受けるとかじゃないだろう。明らかに4分の1とかおかしいじゃないか。もう、来年は半分ぐらいになりそうだな。KHP 紅白歌合戦と名前が得た方が良いんじゃないか。低視聴率になるのは分かりきっているのに、それを断行するのだからよほどの甘い汁があるんだろう。日本人に迷惑なだけなんでさっさとやめてくれ。ここからロッテの話題を見ていくわよ。韓国、まあ、韓国のコスピを見れば2400まで下がっているので、サムスン電子だけではなく、SK ハイニックス以外の主要な韓国企業は、ほぼ全滅と考えてもそこまで間違いではない。
特にこちらが注目しているのはサムスン電子と、ポスコなのだが、どうやら、ここに韓国ロッテも加わるようだ。倒産目前かどうかはここから分析していくわけだ。ちなみに韓国ロッテというのは日本の、ロッテのようなお菓子屋さんではない。言うなればコングロマリット企業といって、多角経営をしている。様々な事業を展開するグループ企業というか、財閥なんだが、そのロッテがなんとヤバいらしいというのが、今回の記事だ。ロッテ側が事実無根とか、述べているが、数値や株価を見れば大体わかるんだよな。まずは記事から見ていきますか。では、記事を引用しよう。住み付き括弧11月は、スカ、コリア、ウェイブイ、韓国の、ロッテグループが誘導性危機の、噂に揺れている。グループ側は事実無根としているものの、市場の不安は収まる気配がない。主要子会社の業績不振や、財務健全性の悪化が、確認され、噂に説得力を与えているとの分析もある。ロッテホールディングスと子会社であるロッテケミカル。ロッテショッピングは18日午後0時半に、広告を通じて、現在取り沙汰されているロッテグループの、誘導性危機に関する、噂は事実無根だと発表した。ロッテの子会社が誘導性の、危機に陥っているという風説が、証券市場やオンラインコミュニティで、急速に拡散して、株価下落などの悪影響が、広がり、釈明に乗り出したのだ。これに先立つ16日には、一部の YouTube チャンネルに、ロッテグループから中分会の、危機と題された動画が投稿され、その内容を含む噂が、急速に広まった。流布された文書には、ロッテが来月初めに、モラトリアム支払い猶予、宣言するとの説。ルツコ会社を、中心に従業員 50% 以上を、削減する計画。金融当局が中止している、などの内容が、含まれていた。だが、広告にもかかわらず株式市場の、不安感は消えなかった。この日、有価証券市場でロッテホールディングスの株価は前取引日比 6.59% 下落し 2555 円約2260円で取引を終えた。一時は 8.86% 下落の 2050 円となり52週ぶりの安値を記録した。ロッテショッピングも一時 56,100 円まで下落し52週の最安値を記録した後、前取引日比 6.6% 下落の 58,000 ウォンで取引を終えた。ロッテケミカルの終わり値も前取引日比 10.22% 下落し 65,900 ウォンとなった。噂の発信者に強行対応。株価下落が続く中、ロッテグループは噂の最初の発信者と拡散した人に対する捜査依頼を検討するなど強硬な対応を取る方針を明らかにした。一方、ロッテグループの事実無根という釈明もかかわらず株価下落が続いているのは、業績不振などの状況とも無関係ではないという分析もある。ロッテショッピングの第3四半期連結基準の売上高は3兆5684億ウォンで約3925億円、前年同期比 4.6% 減少し、純利益は 53.3% 減の289億ウォンだった。百貨店やスーパーなどが軒並み業績不振に陥ったためだ。ロッテケミカルも今年第3四半期連結基準の売上高は5兆2002億ウォン。営業損失は4136億ウォンを記録した。1から3四半期の累計損失だけでも6600億ウォンを超えている。子会社が不振に陥る中、ロッテホールディングスの1から3四半期連結基準の純損失は1871億ウォンで赤字に転落した。昨年同期の累計基準純利益は2715億ウォンだった。実際、誘導性も悪化している。一般的に負債比率が 100% 以下であれば安定的と評価されるが、ロッテホールディングスの連結基準負債比率は2019年に 100.3% だったものが2023年には 139.4% に上昇。今年第3四半期末基準では 133.81% を記録し、
やや改善したものの、依然として 100% を上回り、財務健全性に警告ランプが点灯している状態だ。グループの2大軸の一つであるロッテショッピングの負債比率も高水準だ。第3四半期末基準で 190.36% を記録し、直前の四半期末 186.5% より約4ポイント増加した。ニュースは以上。マリサ、あとはお願い。おう、最後まで読むぜ。なるほど。記事を普通に読む限りでは事実無根とは言えない現状だな。流動性の危機というのは、簡単に言えばロッテの株、債券、社債などが取引しにくい状態。つまり、株を売ろうとしても、なかなか買い手がつかない場合を、流動性が低いとか、そんな感じである。当然、取引が少ない小型株は流動性が、低いという認識となる。逆に活発に取引が、行われる大型株は流動性が、高いことになる。大事なのはいつでも取引できること。それで、今回の噂だがロッテは事実無根だと述べているが、それを払拭することができない。つまり、投資家はそれだけロッテの内情に、流動性の危機が、存在するかもしれないと考えたわけだ。ロッテが来月初めに、モラトリアム支払い猶予を、宣言するとの説。ルツコ会社を、中心に従業員 50% 以上を、削減する計画、金融当局が、注視している。もちろん、これが本当かどうかは知らないし、YouTube によくある再生数稼ぎのために、大げさな嘘かもしれない。でも、明らかに大嘘というのは信用されないので、ロッテにはそれを裏付ける何かがあるってことになる。それで、記事を見ていけばロッテショッピングの、第3四半期連結基準の、売上高は、3兆5684億ウォンで、約3925億円、前年同期比 4.6% 減少し、純利益は 53.3% 減の、289億ウォンだった。百貨店やスーパーなどが、軒並み業績不振。先ほど述べた通り、ロッテは様々な事業を展開している。しかし、内需不振の影響で、百貨店やスーパーなどは軒並み不振。純利益が 53.3% 減はひどい。問題はここだけではない。ロッテケミカルも今年第3四半期連結基準の売上高は5兆2002億ウォン。営業損失は4136億ウォン。このように展開する事業がどれも業績不振だ。最終的にはロッテホールディングスの1から3四半期連結基準の純損失は1871億ウォンで赤字に転落。日本円で200億円ぐらいか。ロッテケミカルの赤字がひどいな。全体でも埋め合わせできないのか。さらに連結負債債務比率も、やばい。ロッテホールディングスの連結基準負債比率は2019年に 100.3% だったものが、2023年には 139.4% に上昇。これは明らかに債務超過の兆候である。まあ、ロッテの資産がどれだけあるか知らないが、財政が健全とは言えない。ロッテショッピングもダメと、以上のように見ていけば、確かにロッテがヤバいというのは、なんとなくわかるんじゃないか。だから、このような動画投稿で株価が下がるわけだ。そりゃ、主力の一つが百貨店や、スーパーならない受付心で、儲かるわけないものな。逆に言えばロッテが苦戦していれば、消費低迷の証拠にもなるか。結論を述べると真面目に分析すれば、風雪のルフとは言い難い。ただ、来月初めにモラトリアム支払い猶予まで、行くかは判断つかないな。債務で苦しんでるので仮に、大きな償還があるなら、支払い猶予するかもしれないしな。これは中国の不動産企業を、取り上げた時に債務不履行に、陥りそうだから、債権者に元本や利息の、払いを延期してほしいとか、減額してほしいとか、そういうのがたくさんあった。しかし、ロッテ財閥がここまでひどいありさまとはな。正直、知らなかったが、内需低迷していれば当然といえばそうだよな。それではネットのツッコミを見ておくか。1、噂と業績不振は関係ないのでは？噂は嘘だけど業績不振なのは確かなんだったら株価下落するのは、
当たり前の話なのでは？2、ロッテ系列の建設会社？がやばいという話を以前聞いたが。3、てか、一読む限りグループ全体業績悪化してんだから。あながち風説でもないような。4、ロッテタワーはまだ倒壊しないのか？グランドワロスの衝撃で、倒壊しないかな？5、悪化はしてるけどモラトリアム宣言するほどではないってことだろう。海外債務がなければだが。6、ポッキーみたいに何か、パクって韓国期限とか。逆に日本に奪われたって、わめけばバカが買い支えてくれるよ。7、はい、ロッテ終わった、サムスン終わった。エンタメもガラガラ、野球サッカー予選落ち。韓国どうすんの？8、韓国も若い子たちが、大勢日本旅行に来てるが、コンビニで子供の頃からあった韓国の、有名なお菓子が、どれもこれも日本からの無断パクリだったと、知ってショックを受けてるらしいな。9、あんな立派な 500M 高層ビル建てたのに。10、韓国絶好調らしいからガセネタでしょ。以上の10個だ。8についてはよくある話だよな。韓国で食べていたお菓子が、日本にもあって、日本がパクったと騒ぎ出す韓国人。しかし、パクっていたのは韓国人であって、味もデザインもほぼ丸パクリという。違うのは日本語か、韓国語の表記ぐらいとか。韓国人が自分でアイデアを生み出さずに何でも他社からパクって自分のとこのオリジナルを主張する。これは製造業だけではない。エンタメなどもそうだろう。ウェブトゥーンが大体似たような話ばかりが作られるのもそれだ。ヒットしたパターンを人物や世界観をちょっと変えるだけ。そんなものが面白いわけないんだよな。韓流がどうとか。K-POP だってそうだ。もともとは日本の J-POP のパクリだからな。何でも日本からパクって自分たちがオリジナルだと機嫌主張することだらけ。それを21世紀になっても未だに続けてるんだから中国以下なんだよな。ニュースは以上。霊夢、ロッテは正直の話、どうなんだよ。内需不振からの業績不振ならどうしようもないわね。このままだと倒産するか、資産の切り売りか。まあ、財閥だし売れるものはあるんじゃない。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。